俺はシンジ、31歳でサラリーマンをしている。高校生の頃、両親を事故で亡くし、小学生の弟と二人、祖父母に引き取られて育った。俺たち兄弟に親はいない。けれど、シンジ、金のことは気にするな。シンジの行きたい大学へ行きなさい。優しい祖父母がいつも俺たちの親代わりでいてくれた。いくら気にするなって言われても、今後弟も進学となると二人分の学費は安くない。結局後に続く弟のことも踏まえて、俺は進学を諦め就職を選んだ。兄ちゃんありがとう。俺来年受験だけど、兄ちゃんのおかげで大学目指せるよ。気にすんな、受かったら学費は俺も助けるし、受験頑張れよ。俺は弟が本当に可愛かったし、自分の選択を後悔したこともなかった。兄ちゃん合格したよ。それなのに、は？つまり彼女の家は大卒が当たり前なんだ。だから、なんつうか言いにくいんだけど、兄貴はさ、社会人になって付き合っている彼女と今度結婚すると電話してきた弟は、兄貴は高卒で恥ずかしいから式を欠席してくれと言い出した。なんだそれ。嫁の家は親戚一同高学歴、釣り合いが取れないから仕事が忙しいことにして欠席してくれと弟は言い、じいちゃんには叱られたけど俺にもメンツがあるし分かってくれ、そう残して電話は切れた。虚しさに打ちひしがれる俺とは反対に、祖父母はカンカンに怒った。そんな式なら俺たちも参加せんぞ。しかし弟はどこ吹く風、あ、そう、じゃあ挨拶はおじさんにでも頼むかな。そして式当日、ちょっとシンジ、さとこ、今大地の結婚式に行ってきたんだけどさ、聞いてよ、もう笑いすぎてお腹痛いったら。式に参列したいとこのさとこが土産話をぶら下げてやってきた。親族席も新郎友人席も知ってる人全然いなくて。はあ、どうやら激怒した祖父母が親戚近所に根回しし、参列予定者は全員欠席の返事を出したらしい。大学の友人はもともとおらず、地元の友人たちの間でも噂が広がりボイコット。私は東京暮らしで事情知らなかったから頼み込まれて出席しちゃったんだけどさ、親は偵察してこいとか言うし。じゃあ新郎席は席ガラガラだったんだ思うじゃない。それがその反対、きっちり満席だったのよ。はあ、ただしレンタルした参列者でね。さとこの話によると、新郎関係者席はレンタル会社から派遣された桜で埋め尽くされていたらしい。打ち合わせをする余裕すらなかったようで、新郎友人席には50代60代のエキストラが座っていたらしい。ざわつく新婦関係者、極めつけは、続いて新郎友人スピーチです。新郎の太一くんとは高校からの付き合いで、明らかに同級生じゃないだろうって年齢のおじさんが出てきてさ、もうおかしいのなんの、母の歯、誰の結婚式だよって感じだったわ。さすがに親族は妥当な年齢でキャスティングされていたらしいが、その分レンタル料金もかさんだのか、短時間レンタルの時間で続々途中退場。続きましては、え？式の進行とともに親族席が空いていく光景はなかなかシュールだったという。一体どういうこと？式後、嫁一族に詰め寄られた弟はこれまでの経緯を暴露せざるを得ず、そりゃあ
大変だったろうな。あれは結婚自体白紙もありえるよ。いとこの予想通り、結局結婚は破談になったと後日祖父から聞いた。おう、もしもし兄貴、兄貴のせいで結婚ダメになったんだよ。桜台と慰謝料よこせ。兄貴が最初から俺の提案に乗ってくれりゃ。ごめん、お兄ちゃん高卒だから難しい話は分かんない。俺はそれだけ返してそっと弟をブロックした。